はい、ということでじゃないですね。おはようございます。ただいまですね、10月1日の午前5時前ぐらいです。今日はですね、この試合ですね、オルカ鴨川 FC、 この試合の応援に、この試合の応援で岡山イノーベルの応援にですね、岡山津山陸上競技場、ここに行っていきたいと思います。いやー、あっという間でしたね。今年もホーム最終戦でございます。ホーム最終戦がですね、残念ながら美作ラグビーサッカー場ではないというのはちょっと悲しいんですが、まあこれは致し方ないというところでね、津山陸上競技場もですね、非常に素晴らしいスタジアムですんでね、これから行きたいと思います。それでですね、ここまで、昨日吉備国際大学シャルブ敗れてしまったので、今日勝つとですね、最終戦直接対決なんですね。現在、8位の吉備国際大学、そして9位の岡山イノーベル、今日勝つとですね、最終戦は引き分けでもいいと、残留争いに関してですけど、2部リーグの残留争いね、ということになっておりますが、まあ、オルカ鴨川 FC、現在、なでしこリーグ2部第3位、かなりの実力のあるチームなんでね、どうなるか分かりませんが、まあ、楽しみに、ちょっと見に行きたいと思います。そうですね。で、まあ、今日はね、また焼きそば屋さんがですね、お店を出してくれるということなんで、非常に楽しみですね、そこのね。で、今回はですね、津山陸上競技場ということで、まあ、ということでというかですね、まあ、新幹線でちょっと行きたいと思います。この後ね、6時の東京発、始発の新幹線に乗って、岡山駅に出てですね、岡山駅から津山線、これに乗って津山駅に行き、そこからですね、ちょっとね、今日はね、今回ね、新兵器を投入しようかなと思ってるんです、実はね。まあ、そんな感じで、とりあえず、まずは東京駅に向かいたいと思います。いやー、頑張ってほしいですね、今日ね、ホーム最終戦ですんでね、楽しみです。はい、まあ、ということでね、まず赤羽の駅に向かってるんですけど、いやー、すっかりまだ、こんな感じの出発になりましたね。もう10月ですから、ほとんどというか今日10月なんですよね。そうか。まあ、日の出も遅くなるということになりますね。来週は最終戦なんですけど、ちょっと車で行く予定なんで、こうやってね、まあ、電車や飛行機を使って湯野ゴーベルの応援に行くのはこれが最後と。いうことなんですよ、今年ね。まあ、ちょっと湯野温泉にはちょこちょこ行っちゃうかもしれませんが、とりあえず試合は、まあ、試合に行くのはね。でも、そっか、皇后杯とかもあるのか。まあ、ちょっとそこら辺微妙だからな。まあ、そんな感じで、まだ暗い赤羽の街を歩いております。もう20分ぐらい早く出るはずだったんですけどね。ちょっと早く電車乗りたいと思います。はい、もう5時半になったんで、新幹線の、なんでしょう、改札開きました。5時半からなんですよ、新幹線のね、改札開くのはね。で、始発は6時からとなっております、東京はね。さあ、中入りましょうか。ということで、まず東京駅着いたんで、新幹線乗る前に駅弁買ってみました。まあ、朝ごはんってやつですね。とろり卵とヒレカツ重、まあ、今日カツということで、これにしてみましたが、とろり卵、弁当でとろりと、どのぐらいとろりなんでしょうか。紙こんな感じになってます。どうですか。おお、とろりだな、本当に。本当にとろりですよ、これ。うまい。これ卵だけでもいいな。さあ、カツ。
です。うん、まここら辺はやっぱりソースかけた方が美味しいですね。なるほどね、こうやってやればカツ丼になるわけですね。まあ、こんな感じで今駅弁食べてます。銀八さんっていうとこなのかな。はい、それでは、はい、始発ですね。いわゆるのぞみ1号博多行き、これに乗っていきたいと思います。ね、6時に出て到着、岡山はね、はい、そうですね、6時に出て9時9分岡山着です。3時間ですね。僕はどこでも寝ちゃうんで、新幹線乗りながら寝ちゃいたいと思います。さあ、じゃあ乗りましょう。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号博多行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉です。 Ladies and gentlemen、ただいま9時9分、確か9時50分ぐらいにね、今度津山線に乗り換えます。ね、岡山から津山まで1140円ですね。9時42分快速に乗れるんで、だって1時間10分ぐらいかなで着くと思います。違うかね、もうちょっとかかるのかな。でいつもはね、林野駅ってとこに行くんですけど、そこからまた乗り換えるんですよ。津山から乗り換えるんですよね。今日は津山線1本で津山に向かいます。ちょっと時間があったんでね、おにぎり買ってみました。これ山田村さんというフードコートのところにある、駅、電車降り、改札降りてすぐのところなんですよね。わぁ、味噌汁美味しいですね。で、おにぎり、うん、海苔がすごいしっかりしてる。岡山県産のお米を使ってるそうです。大変美味しいですね。あ、これ食べたら津山線乗りたいと思います。津山線も来てますね。42分発です。快速です。さあ、これに乗っていきましょう。
津山駅着きましたね。今10時53分です、キックオフ1時なんでね、まだ2時間ありますんでゆっくり行きたいと思いますが、はい、帰りはですね、あのこの林野駅に行くんで、これですね、林野左右方面13時キックオフ、15時に終わって16時27分これですね、ちょっと待つようになりますね、やっぱね。はい、ということで時間も把握したことで行きましょうか。さあ、そうですね、以前ここに来た時は台風でした。さて、今日はですね、実はあれ、もしかしてもうないのかな、ないってやつ、レンタサイクルというのをですね借りてみようかなと思ってるんですが、どうなんだろう、お前ここに置いてあったんだけど、まあ、ちょっと聞いてみましょう。レンタサイクル、ね、いくらなのかな。まず自転車3時間400円、1日1000円ということで、ね、ちょっとあるのかどうか聞いてみます。さあ、ということで借りてみました。なんと電動自転車です。私初めてですよ、電動自転車。おおおお、電動自転車楽だな。おお、加速するよ。さあ、とりあえずね、片手運転危ないんでこんぐらいにしておきましょうか。あ、これはいいな。途中胸ポケかなんか刺して走っちゃいましょうかね。さあ、ということでこれからスタジアムに向かいたいと思います。なんかありますよこれ、ラモス。何これ、少年サッカーインフットサル大会、イン津山ラモス。あ、これ活動もなさってんですね。いや、すげえな、自転車楽だわ。ひょーって感じ。俺はここにつけたらどうなるんだろうな、固定できねえかな、なんとか。よいしょ、こうしてこうするとどうだろう。お、いいんじゃないの。とはいえちょうど信号が赤ですね。お、このパターンでいいな。うわ、折れてないね、完全に。よいしょ。胸ポケだな。よいしょ。いや、すごいな、電動自転車超楽、超楽だよ。こういう方法もあったんすね。ひゅー、これ10分ぐらいで着いちゃうんじゃないの。さあ、そろそろ坂道です。一旦切ろうかな。いやー、電動自転車楽なんでね、ちょっとついでに津山城を見学してこようかなと思ってちょっとやってきました。さあ、行ってみましょう。さあ、やってきました津山城。
このなんか櫓がね有名なんですよね。天守閣はないんですよね。前にも一回来たんですよね、確かね。どんなとこだったかな。よいしょよいしょ。なんか眺めが良かったんじゃなかったっけかな。よし。どこ？櫓には乗れるって書いて言ってたな。これかな。山城鶴山公園。これはとりあえず行ってみましょうか。いやもうヘロヘロ。ほんと普段の運動不足がねこういうところで出るんですよね。おなんかいろいろあるな。よし。はい。おい。いや、やった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょって言わないと、登れない。こっちの方が楽だな。よっ。これか。これ登るには、登るには、どうやって行くんだ。よっ。いや疲れた。すでに疲れてる。はあ、よいしょ。はい。本丸。また坂がありそうだよ、これ。ちょっと一旦切れまーす。どうすか、これ。いや疲れたに。これはどっち側なんだろう。全然わかんないな。とりあえずこんなとこも登れんのかな。これはなんだ。ここはよいしょ。こっちはもう何もないんだな。草刈ってますね。よいしょ。はい、はい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 。よっ。さて、なんだっけ、櫓はどこだ。思って鉄門跡。よし。さて、お、なんか見えてきた。あ、そこか。あ、なんかこんな感じだったな。思い出してきました。そう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 。まあ、ここに天守閣があったんでしょうね。本丸なんか出てそうだな。津山城跡、ね、現在地ここですね。うん、この中入れるらしいんでちょっと入ってみましょうか。今日はねちょっと寒いぐらいですよ。多分この中写真撮れないのかな。どんな感じになってるんでしょうか。で、櫓の中を何人かもいらっしゃってますね。靴が置いてあります。写真はいいのかな。
かやってるな。おお、いたった。ちょっと行ってみましょう。これはトイレですね、昔の。入らないでください。おお、よいしょ。階段が、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、すいません、くら、よいしょ。はい、これがあのてっぺん、要するに尖ってたとこのてっぺんですね。あの家紋がありますね、森家の。ぐわーっと、いらないでください。当時のままなんでしょうかね、これ。さて、さあ、ということで、また電動自転車に乗ってスタジアムに向かいたいと思います。電源ピット、いやー、でも自転車楽ですね。ちゃんとこれ食べてるんだけどな。今日ね、ちょっとね、涼しいっていうか寒いぐらいですね。いやー、最高だなこれ。最高。これは楽だわ。自転車っていう手があったんですね。ここはもう来るときはこれで決まりだな。楽だもん。電動自転車ってでもこんな楽なんですね。道はこれでいいのかな。降りられるんだっけ。下行っといた方がいいよな。よいしょ。あ、向こうも行けるんですね。よー、楽。ひゅー、もうこの道だもん、これすぐだよ、これこれはもう、10分かかんないんじゃないですかね。それは、それはないかな。帰りはどうなんだ、逆に。今ね、坂なんですよ、下り坂、超楽。あとはあのスタジアムのとこの坂道、あれがどんぐらい大変なんだかなんですが、電動自転車だからな、これは。でどっかで左に曲がるんですよね。この間曲がり損ねちゃってね、ちょっと大変な目に遭ってしまいましたが、おお、もうここだ。この間行ったトイレですね。よいしょ。いやー、ちょっと画面が揺れてるかな。
取れてるといいんだけどな。まあとりあえず一旦切ります。このね、白樹寺さん、この道をなんか左に入ってるんだよな、確か。ここまああのもっと手前から左入っちゃってもいいんでしょうけど、一本ね、入んなきゃいけないんですよね。おお、すげえな。いやー、でも本当楽ですね、自転車。バッテリーどんぐらい持つもんなのかな。まあとりあえず今日行って帰ってくるぐらいは多分余裕のよっちゃんってやつだと思います。さあ、また自転車で疾走しておりますよ。にスタジアムの最後の坂道もついております。すごい楽。あー、これ坂道も楽ですね、電動自転車は。わ、これはいいわ、これ最高。これ全然楽ですよって当たり前だよって話を多分してんでしょうけど、いやー、これ電動自転車ってこんなすげえんだ。いや、驚きました。さて、あっという間に着いちゃいましたね。ちょっと早く着きすぎたな、これ。まだ入れないんじゃないの。あと自転車置き場ってあるんでしょうかね。とりあえず着きましたよということでございます。よいしょ。はい、ということであっという間に到着です。今時間は何時、11時57分、ちょうどいい感じですね。ここが自転車置き場になってるみたいです。さて、じゃあチケット買って中に入りましょう。今日はあれですよね、変な話、今日負けてもいいぐらいなんで、もう思い切って1から8からの勝負してほしいですね。今日負けてもね、今日変な話、今日勝っても負けても最終戦勝たなきゃどうにもなんないんですよね。もう勝ったら引き分けでいいのか、今日負けても最終戦勝てば OK という、今現在の2部残留状況になっております。ですので言ってみればマジック4、変な話、自力残留の目があるんですよね、今ね、実はね。たった2試合ですけど。さあ、とりあえずチケットをまず買ってきましょう。お、また焼きそば、焼きそばありますよ。ちょっと後で買いに行きます。どうぞ。どうぞ。焼きそばとなんかあるんですか。今日はね、ポパイカレーもあるんですか。どうしようかな。じゃあ両方ください。ありがとうございます。もうね、このカレーを取り出してから勝利したって言って伝説のポパイカレー。そうなんですか。もっと早く作る。そうなんですよね。ちょっとね、評判だったんですよ。なるほど。評判高いんですけど、結構ね、ちょっと仕込みが、これ大丈夫ですか、撮ってても。あ、もう大丈夫です。全然大丈夫です。あの YouTuber、 いやそんなもんじゃないですよ。東京の方からいつも、いやさっき自転車です。あ、そうです、ちょっとレンタルサイクル借りてきたんですよ。すごい楽でした。さっそうと現れて。ありがとうございます。あ、すいません。じゃあ、はい、はい、はい、今日は勝てますかね。もちろんでしょう。楽勝ですか。楽勝という字は、こう書いて、こう書いて、はいはいはい、もう本当に楽勝でしょう。楽勝ですね。もちろんです。なるほど、言ってましたね、相手チームも。そうですか。届けばいいんですか。
はい、ありがとうございます。すいません、どういつも。さあ、これより選手たちが3位にカラーボールを投げ込みます、打ち込みます。誰から口火を切るんでしょうか。いずれにしても皆さん、お怪我のないようにお受け取りくださいね。ボール投げです。じゃあ選手の皆さん、行こうか。岡山ユルゴーベル選手たちによりますサインボールの投げ込み、打ち込みのスタート。のどかな感じですよね、いつ見ても。はい、ということでサインボールが今投げたり打たれたりしております。お、ボールが転がってます。一歩、はい、こんな感じでファンサービスが。この辺の選手もいますよ、ね、はい、ということで先ほど焼きそばを作っておられましたが、今日はカレーと焼きそば両方です。いつもね、これカレーなくなっちゃうんですよね。うん、うまい。カレーもうまいけどね、ご飯もうまいんだよな、これは。ポパイカレーという名前らしいですよ。いや、美味しいですね。うん。すごい、人参もこんなに。いや、うめえな。はい、焼きそばとカレー、両方食べてます。食べたいと思います。楽しんでください。とは言ってもね、ユノゴーベルサポーターの皆さんも負けてはいられません。この後に向けて選手たちにパワーを送っていきたいと思います。ということで、今日もね、選手入場の際なんですが、よろしければ皆さんね、またタオルを掲げて、タオル持ってない人はもう体で、気持ちで、ね、手を挙げていただいて、そういった形で選手たちにエールを送っていただこうと思います。ではちょっと一度やってみましょうか。タオルをお持ちの方ご準備ください。持ってない方は手を前に出す準備をお願いいたします。選手が入場するシーンを想定してください、ね、選手が入場しますって言ったら上げてくださいね。両チームの選手が入場いたします。どうかな、どうかな、もうちょっと上げてみようかね、よーし、オッケーオッケーオッケー、ね、そういった形で選手たちにパワーを送っていただきたいと思います、
泣いても笑っても今日がホームラストマッチ、そしてこの岡山津山で迎えるホームラストマッチということでございますので、いつも湯の郷から三笠から来られている方、そして今日は津山の皆さん、あるいは岡山県内、あるいは全国から集まってくれた湯の郷ビルサポーターの皆さん、この後目いっぱいのエール、ファイトギャザー岡山湯の郷ビルエールお願いいたします。選手たちがピッチ内へと駆け出していきます。改めて今日のスターティングメンバー岡山イノゴーベル、おさらいしておきましょう。背番号21ゴールキーパー三木よしみ、背番号5ディフェンダー林桃、背番号29ディフェンダーハッター美優、53ディフェンダー島村久美子、背番号6ディフェンダー吉村みどり、背番号8キャプテンミッドフィールダー亀岡夏美、背番号14ミッドフィールダー北野凛、背番号2ミッドフィールダー野市、背番号11ミッドフィルダー桐生七瀬、背番号18フォー小田環奈、背番号25フォー浜本麻里、さあ泣いても笑っても今シーズンのホームラストマッチ、ファイトギャザー岡山ユノゴーベル。点取っております。ノゴベル勝ってますよ。このまま行ってほしいですね。当選番号の発表ね、なんとこれもいただいてしまいました。おそらく焼きそば屋さん情熱屋さんのとこのおにぎり唐揚げセットだと思われます。唐揚げ、うん、うまい。
東京都アリコトフィールド西岡次が3回目FC 対エースハリバーアルビオン3対1で次の世田谷 FC が勝てば、そしておにぎり大阪でテーブルに向かった S1 メインフィールド、うん、大阪3対4対 FC 国際大学シャルブ6対1でセレッソ大阪3対4に向かっています。この結果中にね青のりが入ってますよ、これうまいな。米美味しいんですよね、やっぱね。さあということで 1-0 で今勝ってますんでね、このまま行ってほしいですね。さあ岡山湯のゴーベルの選手たちお世話しよう。ありました。勝ちましたよ、1-0 で。素晴らしい試合でした。上岡選手、それではお願いいたします。はい、皆さん今日も温かい応援ありがとうございました。おかげで勝利することができました。ありがとうございます。でもまだあと1戦残ってますが、その厳しい戦で勝つことができないと、残留も決めることができません。来週も熱い応援をお願いします。全員で勝利をつかみたいと思います。よっけからのご挨拶でございました。続いて渡利隆史監督からもご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。多くのお客さんがいつも来てくれている中で、自分のミスとか采配ミスで本当に勝ち星を挙げられなくて本当に申し訳なかったと思っています。そんな中でも、選手たちは本当に大変な思いの中一生懸命やってくれました。さらに、これだけ結果が出ない中、これだけの多くのお客さんがどんな試合にもどんな練習試合にも来てくれることが本当にいいチームだなと思いました。本当に選手たちは本当にいろんな思いを持って一生懸命頑張ってます。最後1戦ありますけど、最後まで、応援していただきたいですし、一緒に戦っていってもらいたいと思います。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。渡利隆史監督からもご挨拶申し上げました。
リーグ戦残すはアウェーでの一戦、この一戦に全力を注いでいきます。岡山ユナゴーベル、ぜひサポーターの皆さん、選手たちと共に戦ってください。 We are 岡山ユナゴーベル。ということで勝ちましたよ。いやー、勝ってびっくりしちゃったら怒られちゃうかもしれないですけど、正直驚きました。さて、おお、これ鴨川のバスなんですかね。これから帰るんでしょうね。大変ですね皆さん。さあ、ということでまた自転車に乗って津山駅に戻りたいと思います。しまいました。じゃあどうもですいただいてしまいました、かき氷。さあ、いやー、ほんとまた今年も1年お世話になりましたね。焼きそば美味しかったですね。さて、ということでこれ食べてから帰りましょう。時間はね、余裕があるんでね、のんびり行きます。さて、それではまた自転車に乗って帰りますか。せっかくなんでね、ちょっとサイクリングがてら普段通らない道をちょっと通っております。こんなとこなんですね、こういうね、川、小川といいますか、なんか魚いそうですけどね。どうなってんのかな、この道は。たどり着くかどうかは分かんないんですが、いやー、しかし本当感動しますよ。これ何回言うんだって話ですけど、電動自転車すごい、すごい楽。ということでね、津山の道を今走っております。しようかな。よいしょ。さて、そこはね、その道がいつも通ってる。いつもっていうのも言い方も変ですけどね。こっち出んのかな、出れんのかな。よいしょ。また11面観音菩薩像、千音寺。よいしょ。よっ、切ろう。作陽高校、ここなんだ。作陽高校がおります。すげえな、作陽高校って津山なんですね。知らなかった。いやー、サイクリングしてみるもんだな。車が来てますね。そろそろ曲がった方がいいのかな。いい、止まれ、止まりましょう。これはこっち行った方がいいのかな。ね、作陽高校ですよ。すごいな。まさかこんなものも見れるとは。よいしょ。この道、右の方に行かなきゃいけないはずなんですよね。はい、ちょっと一旦止めます。
なんか練習してますね。何の練習なんでしょうか。マーチかなんかな、マーチバンドかなんかなのかな。はい、これね、来た時に通った橋のとこに出ました。こっちから行った方が早いのかな、もしかすると。おお、あそこにさっき今日登ってきた路があるじゃないですか、矢倉。これですね。また胸ポケに入れて撮影してみようかな。どんな絵になってんのかな、これ。ちょっと空だけになっちゃってんのかな。さて、走ってみましょう。うまく撮れてるといいんですけどね。なんかね、自転車楽ですよ、ものすごい楽。これいいなぁ。いろんなとこにこれあったらいいのになぁ。あんのかなぁ、貸し自転車。レンタサイクル。電車がね、まだね、全然先、1時間ぐらい来ないはずなんですよね。どうしましょうかね。どうしましょうかっつっても、どうにもしようがないんで。特にね、おー、なんか流れてるな。流れてるって壊れてんじゃないのかな、あれ。家の前、うん、土手でのんびりしてんのもいいんですけどね。土手でのんびりしてようかな。自転車さっきのとこだったんですね、降りるとすっとね。あっち側か、あっち側に行って降りられんのかな。今何分だろう。時計が、よいしょ。今は、あ、でもちょうどいいな。ちょうどいい時間ですね。4時20分だったんで、もうすぐ4時ですね。これ声入ってんのかな。うわー、最高だよこれ。撮れてっかな。撮れてるといいんだけどな。すげえいい眺め。しかも風がちょっとあって気持ちいい。風っつうか俺が動いてっからかな、自転車で。あー最高。いろんな方法あるんですね、やっぱこうやってね。チャリ、チャリですよ、チャリ。さあ、津山駅戻ってまいりました。あー気持ちいいな。はい、ということで自転車返してこようと思います。はい、ということでね、ここに返していきたいと思います。着きましたね。いや、いいですよ、おすすめです、これ。レンタサイクルぜひ使ってください。はい、ということで津山駅に戻ってまいりました。今日はこれからですね、湯の郷温泉で一泊するんですね。で、朝帰りというスケジュールになっております。ということで今度は紀新線になるのかな、津山から林野駅に向かいたいと思っております。はい、折り返しなんですよね、紀新線ね。さあ、これに乗って今度林野に行きます。
しましょうか。ご飯を買いつつとりあえず宿に向かいましょう。いつもまた築堤というところです。はい、ということで林野駅着きました。またここにやってきてしまいましたね。さて、せっかくなんでね、まさかラグビーサッカー場でもブラッと経由して、散歩しながら宿に行きたいと思っております。川のせせらぎと一緒に歩くと、これまたねいいもんなんですよね、これがね。お、今日はなんか雲が多いですね。明日天気大丈夫なのかな。はい、ということで今林の駅から降りて歩いております。あれ、鳥がいたんだけどな、どっか止まっちゃったな。なんか今ね鯉が暴れていたんですけど、いやーチャンス逃したな。2回ほどね飛び上がってきたんですよ。すごいでかい子いるんだな。将軍だよ将軍。さっきここら辺にいたんですけどね、いなくなっちゃいましたね。もうね、何だったんだろうな。バシャバシャってね飛び上がってましたね。ジャンプしてましたよ。はい、外で今歩いておりますよですね。ここでなんか食べてっちゃいましょうかね。西野屋さん、あのよくあるお土産屋さんとね、食べ物屋さん、団体客の旅行の時に出るお弁当屋さん、お店屋さんみたいなお店ですよね。確か一回行ったことあるんだよな。まあとりあえず何か食べてこうと思います。今日はね買ったんでね、豪華に刺身です。お造り膳と言います。さあ西野屋さんお味噌汁をまず、うまい。刺身ですよ刺身。これは何でしょう。唐揚げも来る。とりあえず一旦切ります。刺身、おうまい。でですね、ついでに唐揚げも頼んじゃったんですけど、すごいボリュームです。やべえなこれ、やりすぎた。また唐揚げですよ。ちゃんと鶏のももを使ってくれててね、あっさりしてて美味しいですねこれ。さあ完食したいと思います。もうだいぶ暗くなってきちゃったんでね、今日はもうまっすぐ宿に行くことにしました。いやー食べちゃいましたね、お腹いっぱいですよ。でもね実はまだ食べなきゃならないものが残ってるんですよ。湯の王プリン、なんか今なんか3つ新しいのまた出たらしいんですよね。あっ
ったら食べてみたいですね。さあ、ということで今菊亭さんの方にね向かっておりますよ。多分20分かかんないぐらいだと思うんですね。はあ、いいっすね、ここはいつ来ても。こんな感じで山に囲まれておりますが、非常にいい街です。お、月が出てきてる。はあ、これもバッテリーはもうすぐないな。はい、ようこそ湯の郷温泉へということで、温泉入り口って感じですかね。やってまいりました。もうすぐ着きます。この小石は何これ、なんかお話ししてますよ。それでは良い時間になってしもうた。皆の衆、また来ておくれ。こんなのやってんだ、面白そう。ここなんですね、温泉の中にあるんだ。このね、これは何、ブルーベリー、これだ、食べてないのまだ。さて、ここだよな多分。へえ、ちょっと離れたところにあるのかと思ってたんですけどね。違うかな。さっきからうろうろしておりますが、多分あれだろうな。おっと、ピン立ってるのかな。いやー、びっくりしました。まあいつものことなんですけど、気がついたらもう11時を過ぎていましたんで。いや、落ちてましたよ。急いで、温泉入ってきました。やっぱね、即行かなきゃダメですよね。もう寝ちゃう絶対。さあ、でね、今日残念なことはですね、ゴンベさんも空振ったんですけど、あのいちごプリンのですね、新作ぶどう味売り切れていました。いや残念。まあぶどう味あったら3つ1万付きだったんですけど、これ逆に2つにしとけという、何かからの指令なのかもしれませんが、さあ早速ちょっとカメラのアングルは難しいな。これどうすればいいんだ。ちょっと後ろに行ってもらって、これとこれはですね、あのよくある宿にある、お茶菓子一つ置いてあるってパターンで、これ美味しいんですよ、武蔵本陣焼き。いつもねお土産買ってっちゃうんですね。さあ、今日はいいとしてまず食べましょうか。いちごプリン、いちごプリンとほうじ茶プリン、いちごプリンからいってみようかな。よいしょ。冷蔵庫で冷やしてありますので、ね、両方いっちゃいましょう。まずほうじ茶プリンね、こういう感じで、下にゼリーが引いてあって上にプリンがあると。いちごプリンも一緒なんですけど、これがね、まずプリン自体がね、非常にうまいんですよね。さあ、食べてみましょうか、いちごから。よっ、こんな感じで。プリンですよ、プリン。ちょっと硬いやつね。それでもそこって硬くない。うん、うまい。なんでしょうね、このプリンね。意外とあんまりない、今までない味。で、そうね、これはいちご、
ちごゼリー。ああ、落っこっちゃった。いちごがね、このいちごゼリー、まあ、ジャムに近いいちごがですね、すごいつぶつぶなんですよ。うん、うまいんだよな、これ。いや、うまい。混ぜてもうまいし、そのまま食べてもね、美味しいんですよ、これ。いやー、うまい。あっという間に。まずプリン1個。完食です。次行ってみましょう。今度、これなんだっけ。抹茶だっけ。ほうじ茶だ。ほうじ茶ですよ。ほうじ茶っていうところがすごいな。なんかよくわかんないけど、うん。プリンはね、一緒ですからね。うまい。うん。これがですね、ほうじ茶ゼリー。ほうじ茶っていうのがいいでしょう。コーヒーじゃなくて。って言ってもコーヒープリンも出るかもしれないですね、これ。いや、うまいな。こっちもどうかな。これもね、すげえうまいんですよ。こんな感じになってるのね。これ、あの、刀の唾がですね。で、中はね、こういうふうにほら、ちょっと、もちもちしてるでしょ。もちもちの、あんとですね、このサクサクした生地、これ絶妙なんですよね、これね。これ、味的には一番わかりやすいのは、つまり黒糖ってやつなんですけど、おすすめですよ。これどこでも売ってるのかな。いろんな感じのものがあるんですけど、この武蔵本陣焼きっていうのが多分一番美味しいと思いますね。はい、ということでね、あとはこれね、これよく見るんでしょ、種なし梅。これ最後締めて食べたいと思います。うん、うまい。結局湯の温泉に何しに来たんだって感じですが、まあとりあえずね、このプリン食べられてよかったです。いやー、でもぶどうプリンも食べたいな今度。まあということで、明日またですね、4時ぐらいに多分出ると思うんで、今まで寝といてなんですけど、また早く寝たいと思います。それでは、現在4時10分なんですが、これから赤羽に帰るんですけど、いやー、想定外でした。雨ですよ。傘がないんですよね。コンビニまず行きますか。まあ結構降ってるな。とりあえず帰りたいと思います。いやー、これはぬかった。まさか雨降るとは。ポンチョやっぱいつも持ってないとダメですね。はい、ということで、これから東京に帰りたいと思います。もうローソンがありますね。とりあえずはそこで傘を買っていきましょう。だいぶ濡れてしまいましたが、そこまでひどい雨じゃないんでまだ助かっております。真っ暗ですよ、まだ。はい、ということで傘ゲットと、傘をゲットしましたよ。いやー、傘というのがこんなにありがたいことだとは。さて、これであとは林の駅に向かうだけですね。虫が鳴いております。そうか、今日雨だったんですか。いやー、ちょっと悪循環だったな、今回のこの寄り道は。まあ試合勝ったんでね、今日はね、今日じゃない、昨日か。
よかったですよね。また今度は土曜日ですね。もうあっという間にやってきますからね。早く戻って準備したいと思います。はい、全然真っ暗ですね。ここでも暗く明かりあるんですけどね。これ最後の橋を今で、ね、渡ったところなんですよね。あ、まあということで、ということでというかですね、おそらくよく考えたら歩いてここに来るのはもう最後かな、今年。そんな気もしておりますが、なかなかね、今年も何回来たのかな。結局、100回来てるんですかね。あっという間に1年っていうのは経つもんでね、今年もいよいよ次が最終戦ということになりますね。まあ、湯の湖温泉、来週またね、とりあえず来るんですけど、多分車で来ると思うんでね、もうちょっと最後ね、この美しい景色をですね、堪能してはいしてみたかったんですが、まあ、まず時間帯的にこれもう真っ暗なんでね、何もわかんないですね。いや、さすがにね、夜道はね、ちょっと怖いものもありますよ。さあ、そんなこんなで、とりあえず、今回もなんとか雨降っちゃいましたけど、林の駅までたどり着けましたね。この後5時15分、15分後ぐらいに行くのかな、20分後か。にですね、来る紀伊線に乗って姫路に出て、そこから新幹線で東京に帰りたいと思います。よいしょ。今日は虫の鳴き声に雨音も混ざっております。あと10分1分ぐらいでね、紀伊線やってるんですね。虫の鳴き声っていうのはね、なんか落ち着きますよね。まあでもこれ鳴き声だけだからいいんですけどね、周り中虫だらけなんていうのはちょっと想像すると恐ろしいものがありますが、虫は声だけで十分というところではないでしょうか。これ、今年最後かな、この駅くんの。なるはずなんだけどな。もうもはやサッカー云々よりも湯の湖温泉に来るっていうこともあるかもしれないという今日この頃でありますが、いやー、しかし雨は想定外でしたね。本当油断しちゃいけないですね。まあ多分天気予報雨だったんでしょうね、おそらくね。全然見てなかったですよ。まあとりあえずなんとかここにたどり着けております。はい、来ました。これに乗りたいと思います。紀伊線やってきました。ここ神月という駅なんですね。紀伊線はですね、なんでしょう、一本の電車なんですけど、連絡してくるんですよね、途中途中。ですので、ここで、今度姫路行きの電車に乗り換えということになりますね。あと10分ぐらいで来ると思います。まだ雨降ってますね。来ました。じゃあこれに乗って、姫路に向かいます。開かないな、まだ1時間ぐらいかな、こっから。こんな感じになっております。さあ、これであとは姫路に行って新幹線乗るだけですね。はい、今7時20分じゃない、7時10何分、13分ぐらいかな、姫路駅着きましたよ。これから新幹線に乗って帰ります。もうあとは新幹線乗ると
もうあとはね、東京まで、旅終わったかなって感じですね。とりあえず駅弁買ってみましたが、さすがにですね、隣に人がいるとですね、撮影もしづらいんですが、いなかったら撮ってみたいと思います。朝ごはんですね。さあ、あとは新幹線乗るだけです。はい、これでね、10時ぐらいに東京に着きます。朝ごはんです。幕の内弁当にしてみました。ということでね、帰宅帰ってまいりました。赤羽、ね、というところに。さあね、最後まで共にということで、ホーム最終戦がですね、怒られてしまうかもしれないですけど、なんと勝利で終わると。いやー、ちょっとびっくりしてしまいました。正直ね、ちょっと、まあ、負けちゃうんだろうなって思ってたんですけど、まあ結果も勝ちなんですけど、内容もですね、もうどうした、これなんでこうか、こんな感じで今までできなかったのっていう、ちょっと言いたくなるような素晴らしい試合内容だったんじゃないでしょうか。で、1-0 でね、勝ちましたんで、これ映ってんのかな、どうしよう。まあこんな感じになりました。ちょっといろいろ書いたんですけど、とりあえずですね、現在なでしこリーグの2部、1位日体大、2位セレッソ、勝ち点1点差です。すごい激烈な争いをしております。で、まあおそらく最終節どちらも取りこぼしはないと思われるそうなので、まあこのまま行くのかなと思うんですけどね。セレッソ大阪、これちょっと一部でどのぐらい戦えるのか見てみたいなってちょっと思いましたけどね。まあ、それは置いときまして、はい、ついに8位ですよ、岡山ユノゴーベル。いやー、よかったですね。ねえ、ついに8位に上がりました。まあ、ここでね、喜んでばっかりはいられないんですね。今週、もう何日か後ですけど、土曜日、直接対決であります。13時キックオフ、場所は岡山県笠岡陸上競技場。ここはですね、まあとにかくですね、まあ引き分けでもいいんですよね。引き分けでもいい、まあ当然勝ってもらいたいんですけどね、引き分けでも、ユノゴーベル、まあ2部残留決定ということになりますね。まあどうなりますか、また楽しみですけど、12月はね、のんびりしたいんでね、ちょっとここはもう勝つなり引き分けるなりですね、任務残留を決めてもらいたいと思います。まあ、当然ですね。でね、この岡山県笠岡陸上競技場はですね、笠岡駅というところなんですけど、場所、最寄りの駅、東京から行こうと思うとですね、こののぞみ5号6時半出発、これでまず福山駅というところに出るんですね。でそこから山陽本線、というものに乗ってこの笠岡駅に向かうんですけど、なんと電車2本で行けてしまうということなわけですので、関東にいる岡山ユノゴーベルのファンの皆さんはね、ぜひですね、最終戦行っちゃったらどうでしょうかっていう感じです。で、駅からね、どうやら20分ぐらい歩くみたいなんですね。で、まあバスはあまり期待できなさそうなんで、まあそれかタクシーはあると思いますんで、な感じでタクシーは
タクシー多分1000円ぐらいなんじゃないかな、歩いて20分だったら。あとね、ちょっと今回動画撮りましたけど、レンタルサイクルあったらですね、ぜひね、もうあれ便利ですよ。まあ、場所が分かってないとね、たどり着けないんですけど。まあ、ということでですね、本日、なんと、ほんとびっくりとか嬉しい、勝ち試合を見ることができました。本日とかもう昨日ですね。ということで、ここら辺で終わろうと思います。なんかもう最近はすっかりですね、サッカー見に行ってんのか、食べ歩きの動画なんだかよくわかんなくなっておりますが、最後までね、ご視聴いただいた皆さん、本当ありがとうございました。本当、勝ててよかったです。ということで、ここら辺で終わろうと思います。失礼します。